研修一周期だったんだよな。妻の死から1年。営業戻ってこいよ。部長、お気持ちは頭の片隅に置いとけって、そういう話だ。何もかも予定外の毎日から始まった再出発。教授ですか。やっとく。片隅なんてないよ。大変で、もうダメかもしれない。僕のお母さんもきっと抱っこしたかったんだろうなって。ギブアップしたくないんですよ、男で一つの子育てに。頑張ってほしいと思いました。寂しさはゼロにできない、それを知っているから強がる。思い通りにいかないのが人生よね。俺は今苦しいわ。俺はミキちゃんのじいちゃんで、血こそ繋がってなくても、ケンジ君、君は俺の息子だ。大切なものを失った人たちが新たな一歩を踏み出す物語、ステップ。さあ行こう。